経営競争基盤 IGPI の木村です。日本企業の株価がバブル期水準を超えるまで戻ってまいりました。しかしながら、まだ半数以上の企業はバブル期の最高値を更新していないのも事実です。東証は企業に対して資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を強く要請し、同時に政策保有株式の売却も加速しています。こうした変化は、アクティビストと言われる投資家が株主として登場する機会が増え、企業はこれまで以上に株主との対話力が求められています。会社は誰のものなのか、経営とは何をすることなのか、こうした古くて新しい問いに真正面から向き合うことの難しさを、このコンペティションを通じて体感してください。皆さんの MBA での学びを生かした戦略提言を楽しみにしています。そしてこの経験が皆さんのビジネス人生において大きな一歩となることを心より願っています。頑張ってください。